つ目の、まあ、初めの大会なので、まあ、いいスタートを切れるように頑張って、しっかり油断せずに、しっかり自分の柔道して、勝ちに行きたいなと。そうですね、常に圧倒的に勝ちたいっていうのもありますし、常に上の柔道をしようと思ってるので、まあ、でもしっかり勝負に行って、試合を勝ちに行きたいなと。最初の大会がパリということで、僕的にはパリがいつもスタートの大会になるので、また気持ちを新たに絶対優勝して、パリには負けたことがないので、パリでの無敗記録を伸ばしていこうと思います。グランドスラム東京、東京大阪の時は準備不足というのが明らかに出てたので、まあ、今回は世界選手権や他の試合通り、普段通り準備して、でまたいろいろな新しい技、やりたい技っていうのも身につけてきたので、期待してもらっても全然いい試合だと思います。まあ、僕自身のオリジナル技もありますし、まあ、それ以前にその今までなかった、僕の柔道ではなかった技、正統派な技っていうのを今度どんどん出していけたらなっていうふうに、まあ、いつもというか多分みんな言うと思うんですけど、圧倒的ですね、やはり、多分気分もいいと思うんですけど、圧倒的にっていうと思うんですけど、僕も圧倒的に勝ちたいっていうのがあって、またその気分みたいな圧倒的ではなくて、まあ、僕らしい、まあ、地味かもしれないですけど圧倒していると、相手が何もできないような圧倒的な強さっていうのを見せつけたいと思ってます。中谷先輩と山梨県の狩田神社に行ってきました。なんでもうパワーはめちゃくちゃついてると思うので、負けたら全部狩田神社を制したいと思います。